皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の香川です。本日10月23日の動画でわかる投資のマーケットは、ご覧の通り、米国大統領選挙に波乱はあるか、世界株式の新たな物色動向に注目という話をしてまいります。最近ですね、内外市場、非常にですね、不安定な、展開になっております。まあ、言わずもがなですけれども、来週11月3日に行われます大統領選挙と連邦議会選挙、米国の選挙動向とその結果をめぐる不透明感がずっしりと株価の重しになっていると、こういう状況です。まずはこちらのスライドをご覧ください。結論から申し上げますと、今後のですね、米国株市場の展開は、この青いラインのような、まあ右の方ですね、動きを予想しております。このですね、青いラインは何かっていうと、米国の第二次世界大戦後、現職の大統領が再選失敗した時の SP500 の、動きです。これを平均化したものです。1976年のフォード共和党大統領、1980年のカーター民主党大統領、1992年のブッシュ共和党大統領、それぞれが再選に失敗した場合、どういう動きになったかと言いますと、9月から10月にかけて波乱含み、神経質、不安定な展開になったわけですね。ところがその後、その選挙結果が明らかになるにつれ、まあ、英語でビジビリティと言いますけれども、視界が晴れた。可視性がですね、出てきたと。まあ、いうことで、株式市場はボトムアウトをし、まあ、これ、季節性アノマリーでも言われていることですけども、まあ、年末にかけて株価が戻っていったと。まあ、いうことがお分かりになると思います。いや、逆に言いますと、当落、つまり当選、落選のですね、大統領選挙の動向が明らかにならないと、このボトムアウトが後ずれする。そして最近株価が下落した要因であった、追加景気対策をめぐる与野党協議がまた遅れると、まあ、いうことになりますと、この通りにならない可能性があります。まあ、しかしながらこのチャートを見てみますと、2月から3月にかけて株価が大きく下落した。そしてその後、高値を取っていった。そして、9月、10月は、季節性通りに株価が下落し、そして、年末にかけて戻っていったと。まあ、こういうですね、パターンが読み取れる。また繰り返されるのかなと。まあ、こんなふうに思っております。まあ、皆さんの中にはですね、これはたかだか、まあ、過去の平均じゃないかというふうに思われるかもしれませんが、相場格言で、歴史は繰り返さないが、韻を踏むと。つまり、株式市場は、サイクルとか、あるいは季節性がありますよと。まあ、いったところはですね、心に留めていただきたいなというふうに思います。さて、今般の選挙、結果次第で、いろいろとシナリオがあります。そのシナリオ別に株式市場も動向が違ってくるというふうに思っております。シナリオをですね、A、B、C、D、E と、まあ、5つに分解しております。まあ、随分細かいなというふうに思われるかもしれませんけれども、先ほど申し上げました、11月3日の選挙は大統領選挙だけではありません。下院で435議席すべて改選。今、民主党が過半を占めておりますね。上院の方は100議席のうち3分の1改選。まあ、現在はですね、共和党が過半を占めております。その結果次第で政治、財政シナリオが変わってくるということですね。まあ、これによって米国株式の反応も年内、そして2021年新年の動きもある程度左右されてくると。その予想確率を、
まあ、右の方に並べております。どれが一番確率高いんだと。まあ、いうことで言いますと、今、有力視されているのは、バイデンさんが大統領に当選し、下院も上院も民主党が推してるんじゃないかと。まあ、一番上のシナリオですね。予想確率 25% あるいは 30%。まあ、こんな風に言われておりますので、それを政治財政シナリオで占ってまいりますと、バイデン民主党政権は増税するでしょうと。ただ、ご承知の通り、今、コロナ禍です。コロナ不安なわけですね。増税をするのはですね、だいぶ先だと思います。それよりも景気を支える財政出動を優先するんでしょうと。まあ、こういうことだと思います。マーケットの織り込み、あるいは思惑は、よく変わるんですね。ちょっと前までは民主党が政権を取れば株価が下落、トランプ大統領が再選されれば株価上昇と、まあいう動きもありましたけども、今はどちらにしろはっきりしてほしいと。まあ民主党が、この大統領選挙、議会選挙で勝利すれば、年内丸、すなわち財政出動が早く決まるでしょうと。まあ、しかしながら来年は、再来年の増税が視野に入ってきますので、三角印だなと。まあ、こんなふうにまあ思っております。まあ、その他ですね、バイデンさんが大統領に当選するとは限りません。結構接戦州もあるというふうに言われておりまして、最近トランプさんが巻き返していると。まあ、こういうシナリオもありますので、それぞれに下院議会で、民主党が優勢になる。上院議会で共和党にが優勢になるということでシナリオを考えてみました。この、もしですね、議会で上院下院が、民主党共和党、これ分かれれば、ねじれ政治になります。つまりホワイトハウス、大統領府と議会、これがねじれてまいりますので、目先三角。ただ来年はですね、余計な政策が決定されないと。増税にしろですね。歳出拡大にしろ。まあ、頓挫していくと。まあ、いうことで言いますと、実は、株式市場の歴史を振り返ってまいりますと、民主党政権、例えばクリントン政権、オバマ政権でも株価は上がりました。ということを考えますとですね、来年は丸印と。まあ、こんなふうに考えておりますが、マーケットが今、極めて不透明視しているのは一番下です。E のシナリオ。すなわち、11月3日でも、4日でも、5日でも、6日でも、当選者が決まらない。E って何ですかと言いますと、エラーの E、エンバラスメントの E ですね。まあ、困惑すると。まあ、要するにですね、民主主義の危機ですね。前代未聞のですね、展開。当選者が決まらないで、結果的にはですね、司法判断に委ねられると。まあ、こういう予想確率がじわじわっと上がってきております。まあ、早く決着すればいいなと、まあ、私は思っておりますけれども、こうなってまいりますと、その当選者が決まるまではですね、株価の不安定さが、消えないと、罰と。そして、新年もですね、1月20日が新大統領の就任式ですけども、それをめがけて株価が不安定になるんじゃないか。まあ、こういうことも想定されます。しかしながら、当選者決まらずでも結局は、バイデン勝利であれば、上の方になると。まあ、いうシナリオがですね、考えられるということですね。いや、本当のところ当選確実が出るのはいつなんだと。まあ、いうことで言いますと、こちらご覧ください。グッドジャッジメント。すなわち単なる予想者ではなくて、専門家でよく当たる人たちの予想。これを平均してみますと、来週、11月3日から8日の間に、当選確実になる、当選確実なる予想は3割。むしろ、11月9日から、11月26日、まあ、感謝祭ですね。これまでですね、ずれ込むという確率が5割。
その後も含めますと、7割が来週決まらない。当選確実の判明時期が遅れるという見通しになっているわけですね。ここをもって市場は、非常に警戒感が強まっており、恐怖指数、ボラティリティインデックスが上昇し、株価が米国でもヨーロッパでも日本でも下がっていると。まあこういう状況になっているわけでございます。じゃあ今のですね、選挙動向、まあどうなんだと。まあいうことで申し上げますと、こちら。これはリアルクリアポリティクスというところが、オッズ平均、すなわちマーケットメーカーですね。まあベティングサイトといいますか、全米にいろいろとお金がかかっている賭けサイトがありまして、この予想平均を、集計してみますと、このようになっております。バイデン、大統領、候補、当選予想が6割以上。トランプ、当選、あるいは再選予想は 35% ぐらいなわけですね。足元はバイデンさんが優勢なんですけれども、この選挙はですね、開票してみなければわかりません。選挙は水物ということですね。したがって、来週、どちらが勝利宣言をするのか、あるいは敗者としてですね、勝利者の方を祝福するのか、祝福するのか、トランプさんは絶対に敗戦を認めないという予想も出ておりますので、非常に分かりにくい接戦、という実態なのかもしれませんけども、今のところはバイデン候補当選と、まあいうのがメインシナリオであると、まあいうところはですね、押さえておいていただきたいというふうに思います。さて、それではそういった部分を踏まえて、ポストトランプ、ポストトランプはトランプさんだという見方もありますが、バイデンさんが優勢であると、まあいう見通しを踏まえて、マーケットはもうすでに動き始めているというところ、物色がですね、こう強まっているというところを押さえていただきたいと思います。こちらは何かと言いますと、グローバル、クリーン、エネルギー、インデックス。この青い太いラインですね。これをですね、年初100として SP500 株価指数と比べてみますと、ご覧の通りです。S&P グローバルクリーンエネルギーインデックスが圧倒的にですね、夏場以降、米国株価市場平均を上回っております。ちょうど夏場以降ですね、バイデンさんの優勢が、まあ、はっきりしてきたと。まあ、こういうところを反映した動きと思われます。クリーンエネルギーというのは何かというと、世界の脱二酸化炭素産業、企業ですね。この排ガス規制強化、再生エネルギー関連、まあ、代替エネルギーとも言われますけども、まあ、わかりやすく言えば、太陽電池、ソーラー発電、バイオマス、風力発電、そして、EV、電気自動車関連ですね。まあ、こういったところを含む企業群で、構成されていると。まあ、こういうことでございます。そうかと。今、足元、利益確定売りが出て、不透明な株価環境になっておりますけれども、こういったところに目をつけるのであれば、トランプ、ごめんなさい、バイデン副大統領、元の副大統領、今、優勢になっておりますけれども、来年大統領に就任すれば一番最初にやることは増税ではありません。パリ協定への復帰です。パリ協定って何ですかというと、地球温暖化に対応する国際的な枠組み。これはトランプ大統領が、脱退しましたんで、このバイデン大統領の初仕事はパリ協定の復帰、そしてクリーンエネルギーに、2兆ドルを投資していくという公約をはっきりしております。つまり、クリーンエネルギーを中心にインフラ関連に投資しているということですね。まあ、というシナリオに基づくんであれば、こちら、米国籍の ETF、クリーンエネルギー ETF、ティッカーシンボル ICLN、正式名称を iShares グローバルクリーンエネルギー ETF と言います。右軸見ていただきたいと思うんですけど、
取引価格はですね、非常に好調になっております。そして左軸ですね、ETF の発行済み口数、これがですね、順調に伸びていると、まあ、いうことですね。これは取りも直さず、機関投資家、あるいは個人の大口のニューマネーが入ってきているということを示します。ということで、バイデン投資戦略としてはですね、クリーンエネルギーへの分散投資。まあ、最近ですね、日本でも、ヨーロッパでも、中国でも、脱炭素、二酸化炭素の排出を抑えるために、いろんな政策を前面に打ち出してきていると。まあ、いうことで、相対的にクリーンエネルギー関連が、まあ、好調がですね、予想されるということを押さえておいてください。そして、二つ目、ポストトランプを睨む投資戦略。申し上げますと、こちらです。皆さん、今、中国株式市場が堅調であるということはご存知でしょうか。MSCI、中国株指数、赤いラインですね。世界の機関投資家が注目する、中国株のですね、指数ですね。香港ドル建て。この赤いラインを見ていただきますと、今週、実は2度にわたって史上最高値を更新しております。米国もヨーロッパも日本も世界中で株価が下がっているのに、中国株式市場は高値を更新していると。こういう事実に注目していただきたいと思います。そして人民元相場。これ左軸ですけども、上に行くと人民元高。下に行くと人民元安。この紫色の破線のラインですね。今ですね、人民元相場が強くなっております。つまり、中国株が強く、人民元相場も強いと。これ何のことですかと言いますと、1、中国の景気動向がいち早く回復基調をたどっております。まあこれはですね、いろいろ報道されているからお分かりになると思いますけども、いち早くコロナ感染の拡大を抑制し、経済の政策の軸足を復興に傾けてきていると。財政出動、投資を中心に、この景気をですね、下支え、そして自動車販売は、前年同月比でプラスに転じてきていると。まあこういうことですね。まあ、ということで、中国の経済が堅調であることに加えて、IT 関連、中国の IT 関連株、テンセント、アリババ、まあ、こういったところがですね、株価が非常に強いと、まあ、いうことですね。そして三つ目が重要です。もうトランプさんが大統領じゃないんですねと。バイデンさんが新しい大統領ですけど。そうするとですね、まあ、米国の対中政策が、まあ、極端に笑うことはないにしても、極めてリーズナブルな、そういったですね、対中政策になるんじゃないか。つまり、米国が同盟国と協調してですね、中国と交渉する。つまり、トランプさんのようにどん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 関税を引き上げてですね、中国を追い込むということもないんじゃないかと。まあ、こういう、空気ですね。これがですね、織り込まれている株価動向であり、人民元相場なんじゃないかなと。まあ、こんなようなですね、ことが言われているわけでございます。で、あるならば、こちらですね。実は、中国の株式市場で、ニューエコノミーというふうに言われている分野があります。ニューエコノミーって何ですかと。オールドエコノミーは、国営企業ですね。重たい製造業が多いです。そういう分野ではなくて、ニューエコノミー。つまり、非国営民間企業。どういった分野があるんですかというと、IT、デジタル関連、および消費主導ですね。個人消費。ここにですね、重点を置いた分野企業群。このことを中国のニューエコノミー分野というふうに言います。この分野に分散投資をしている ETF が Wisdom Tree 中国株ニューエコノミーファンドとティッカーシンボル CXSE
米国籍の ETF ですね。こちらを言います。黒い太いライン見てください。非常に株価が堅調で、年初来高値を更新していると。まあ、今60ドルという水準ですね。そして ETF の発行口数もですね、左軸、このオレンジのラインですけども、じわじわっと増えてきていると。まあ、こういうことがですね、ご確認できると思います。バイデン投資戦略はクリーンエネルギー。そして中国株、特にニューエコノミー分野への分散投資に注目ということです。最後にこちら一覧ご覧ください。新年、2021年に向けて注目したい米国籍 ETF 上場投資について10銘柄、年初来騰落率の高い順番で並べました。この年初来騰落率のところをご覧ください。グローバルなクリーンエネルギーに分散投資をしていく、iShares グローバルクリーンエネルギー ETF は、年初来で 65% 上昇しております。過去5年で年率平均 17% 上昇してきているわけですね。そして3番目、中国のニューエコノミー株に分散投資する中国株ニューエコノミーファンド。こちらの方は年初来なんと 42% 上昇していると。どちらもドル建てです。一番下から2番目に、SP500 指数に連動する ETF VOO をお示ししておりますけれども、はるかに、物色されているという ETF が多いということがお分かりになると思います。まあ本日は時間の都合上、他の ETF は、ご案内いたしませんが、クリーンエネルギーと、中国株、バイデン投資戦略ということでご紹介をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございました。